I love you 第7話を見たので、それの感想を話していきます。7話からは第2章交際編の幕開けとなりました。大好評を博しております。特にテオとユリの関係が進展し、二人のラブラブなシーンが増えてもいました。ユリの同僚、マヒロへのテレパスの能力のカミングアウト、そして二人の交際に反対するイ山ヤマさんの謎が話題になっています。 あとはファンイベントの開催も告知されていました。I love you ファンフェスティバルが3月20日に東京渋谷で開催されます。配信での視聴も可能で UNEXT で有料です。そんなわけで第7話です。7話の冒頭部分では朝にテオが来てすっぴんが嫌だからと隠していてあの流れも可愛いと思いました。韓国語で可愛いを意味するキヨを とつぶやく姿には SNS では「きよ王の破壊力「き用お言われてといった声が殺到「あんたが気よおう」などという声も見られました。 それだけ2人のイチャイチャもだんだんに進展しているようでテレパス能力を持つ主人公ユリとその能力によって他人の本音を聞き心を閉ざしていた彼女が明るく素直な韓国人留学生テオと出会い変化していく心情が描かれてもいますテオの存在はユリの閉ざされた心を溶かし2人の関係がどのように深まっていくかが中心となっていますその後に テオが温泉に行こうと提案ししていました温泉に行ったらメイクが取れてすっぴんにならないかとそんなことをちょっと考えたりもしましたけども温泉というとお泊りのイメージがあったからテオがそれに誘って大胆な発言をしているのに急にウルフ感が目覚めてきてるんじゃないかと思ったらスーパー銭湯に行っていましたさすがテオ正式にカップルになったと言ってもここは分別をつけていました。2話でユリが 妄想のシーンで手をとベッドシーンがあったんですけど安心して楽しめるドラマに仕上がっています。特にスーパー銭湯では同じ会社のアスカに見つかりそうになりながらも顔にバスタオルをかぶって隠しているシーンなどはラブコメの真髄を見てるかのような面白さがありました。ああいうのはもうラブコメをやるときの正式な型というかねあそこまでやってたら バレバレじゃないかと思うんですけどでも見てて楽しいなみたいなそこはちょっとファンタジー要素盛り込んでのコメディ要素がエンタメとして消化している好意的に見ています特にキスシーンですねダルマさんが転んだをやって振り返るたびにテオが近づいてくるんですけども心の声でポッポッポッポと うるさいんですよね <laughs> スーパー銭湯でポッポの意味をスマホで調べていたユリは「キスだ」という意味を気が付いてて「ダメです」と言っていたのに「だるまさんが転んだ」で徐々にテオがポッポの心の声を叫んでいるのに近づいてきてるということでそれを許しているというのはね結局はユリもしたいんじゃないっていう <laughs>「ポッポしたいんでしょ?」って思いました。 他にも、真広にカミングアウトした後に、怖いっていう心の声を聞いて、ゆりが寂しそうな表情を浮かべていましたけど、会社の前で待っていたテオが一緒に帰りましょう、恋人なのでと言われた時に、うんと返事して、テオの袖を優しく掴むむ繊維がありました。あれがもう大好評ですね。不安になってる時に頼りになるテオがいい表情だなぁと、そんなものを浮かべてもいました。 そんな流れもあった中でのラストシーンでのキスシーンですよね。あそこがユリからキスをね、求めていました。それだけもう手放したくない大切な存在だって認識してるようで、自分の能力を気がつかれたくない恐怖心もあるんですかね。もうそう思いながらも離れたくないという思いが感じ取れました。心の声ではテオは サランへと言いいましたョアヨじゃないんですねそれで実際に声を発してゆりと呼び捨ていただきました。ありがとうテオと。ついに呼び捨てになりましたよ。うん、今までの心の声でタメ口を聞いていたというのがテオにはありましたけどもここでね 第二章の交際編になってねまあいよいよユリと呼び捨てにもなってそれだけ二人の関係が親密になった証でもあります、うん、はいそして絵本ですね飯山教授がテオとユリの交際に反対する謎に多くの視聴者が興味を持ち、今後の展開への期待が高まっています韓国の絵本に隠された秘密や二人に降りかかる不幸についての推測が交わされています 絵本をよくよく見ると、破れたお金と、あとはひっくり返っているウミガメが描かれていました。しかも、絵本を朗読している謎の女性がいましたが、心の声が聞こえる少女に与えられた運命でしたと文章を読み上げています。自分の能力を使ってお金を稼ごうとしているのが神の怒りに触れたということなのでしょうか。 ゆりが能力を保持しているが故の難題にこれから向き合うようでもありますその能力を失ってしまうと父親との会話もできなくなるというのが懸念事項としてもありますけども何かそれ以外にも大きな難題が待ち受けているようなそんな 少し嫌な予感のする展開でもありますけどだからこそ飯山教授は息子同然に可愛がっているテオが難題に巻き込まれないように引き離そうとしています。でも二人の愛の力でその難題も乗り越えてほしい思いもあります。 そこで今回、ユリの同僚、マヒロへのテレパス能力のカミングアウトが意外な展開として注目されました。このシーンは友情の深まりを描く感動的な場面として視聴者からの反応がありました。この展開が唐突だなと思っている人もいますけども、おそらく今後、ユリがこれからも難題が出てくると、 その時に真広が結構いい活躍をするための伏線が払えたように思いました。おそらくテオが能力に気がついてしまうと、二人の関係がぎくしゃくするっていうタイミングとかもあると思うんで、真広に相談した友情によって難題を解決していくのも明るく解決していく展開になりそうな気がしています。 まあおそらく8話9話でその難題に直面してそれを解決して10話最終話ではイチャイチャ回となるんですかねいずれにしてもやはりこの時間帯だとそこまで暗めな物語にはならないと思うので、まあ、今までの伝統的な時間帯として今後に真広が結構活躍するための伏線が張られているように考えます今回の物語は幸せにあふれている物語に感じました 特に物語冒頭では花岡もビジネスに関して淡泊な会話を繰り広げていてそこら辺をちゃんと割り切って物事を進行させているのがさすが花岡ですあれだけビジネスに対してできる男でイケメンで性格もいいのに会社にいる女子は誰も花岡にアプローチしないというのが不思議でしょうがありませんできることだったら花岡にも彼女ができるとか幸せな最後であってほしいなと思います手をと ユリのラブラブブな関係が進展し韓国語ののセリフフががが増増ええたたことででテオの魅力が際立ちファンが増えたようでもあります韓国からの反応も非常にポジティブでチェ・ジョンヒョプ演じるテオに対する愛情が溢れるコメントが多数見られました特にテオのピュアでストレートな愛情表現が胸キュン要素として高く評価されています韓国の女優さんはスタイルがいい人が多いので 今回みたいな、身長差あるイチャイチャというのが、日本特有な感じで、新鮮な目線が送られているようでもありました。安定した人気を保っていることが報告されてもいます。これは魅力的なキャラクターと心を動かすストーリーラインによるもので、視聴者の期待も高まっています。I love you 第7話は、多方面から肯定的な反応を得ており、特にキャラクター間の関係性の進展や、ストーリーの謎が深まる 展開に対する興味と期待が集まっていることが伺える内容となっていましたよかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします